まあ、税金なんですけど、この花輪がですね、あそこにずらーっと並んでたんですよ。でもうすでに全部取ってしもてるんですけど、岸田とか書いてるはずですよ。昨日山口なっちゃんも言いましたけど、議長とか遺族代表とか、これはここだけなんか、これはこれもうすぐ片付けんね。これだってこれ生でしょ、生場ない結構お金かかってて、これあれ市長って書いてるけど、あれ市長交際費多分出してるはずなんですよ。こんなこれもね、これ議長交際費出したりとか、公費で出してるのにもうちょっと並べといたらいいんじゃない。職員が片付けなあかんから、もう帰るのに9時過ぎてるから、これほんで洋さんおるけど、もう早く帰れって言われてる人らもおるわけでしょ、警備の場所によっては、時間帯によってはって。そらそないせんと役場でそんな仕事始まってんのに、平日やのにね。あ、そう、休みえ、今日休んだ、市場例で休みって、休みって6日の日は祝日、はい、あ、ほんとだ、はい、休みの日に来られて大変なんで、これ遅いけど、そうだったら余計に何時ぐらいまでいてはるんですか、夕方までおられる。まあ人によってはもう、これぞれ待ちないと、仕事によっては。だけど一定の時間までおるわけでしょ、全員いるわけじゃないけど、これ役割役割与えられる。まあまあそりゃそうやけど、これはせめてこんだけ人が並んでんだから、この人の列がある程度途絶える、昼になったらまあだいぶ減るでしょ、やっぱり。ああ、まあそうですね。ほなそれぐらいまではこれ喧嘩で置いとかないと、岸田首相がもらえるようになったからと言って、もうこれはもう片付けてええんでやっていうことにはなかなかなりにくいんじゃない、ね、ちなみに、広島市の議長の方というのは各国の、メガネをかけた丸っこい感じの方ですか。メガネはかけられてない。かけてない。向こうから1台だけ帰ったんですよ。うん、で、消防の人らがみんなお見送りしてたんでね、これ議長なんかなと思って、他のやつはみんな向こうから行ったんだけど、うん、1台だけが元安橋の方でね、うん、あそこの上橋の上に止めててしてたから、うん、あ、議会の議長なんかなと思ったんですけど。すみません、ちょっと動線を私は、チェアマンがありますけど。ぽちゃっとした人は、車乗るような人ではない。議長はまあ、立場として背丈が高い。まあ、本日は出勤を読まれる。見てない。見てたらよかったんで、これ見てなかったんで。はい、そうほな、あれ議長じゃないねん。一人だけね、みんな向こうから乗ったからね。すげえなと思って。ありがとうございます。はい。ということで、ほらもうみんな、ポアでございます。ポアですよ、ポア。これ何や、上は子供なんとかって書いてるけど、ここもう全部ポアです。税金がこれ一瞬でポアされるというね。これ役場に飾るのか、持って聞いたろうか。これはごめんなさい、これってどうするんですか、役場に飾る、今持ってってこれどうするんですか。翌年度も使うんじゃないかと思われます。いやだってこの成果やもん、ほら名前で物を多分使って、それはそうやけど、この生バナほら抜くってことですか、ね、だって生バナなんか腐っていくじゃない。これもだってこれ生ですよ。このプレートは使うでしょうけど、この生花どうするんですか。ごめんなさい、ちょっと役場にしたけど飾ってるの見たことないってことでしょ。職員の方は見たことないってこと。こんな要素あんだから飾ったら分かるはずなんだね。みんな捨てるんだよ。税金の使い道としてどうやねんと思うんだけどね。いやこれ俺市民やったら住民監査請求かけますよ。どうなってんだって。これほんで決算予算委員会でもこれどうしてるねんと。まあ、それぐらい広島の市会議員ボンクラやということで、私は岸和田の市会議員、大阪の岸和田市会議員の高平と申しますけども、若党で本市でこんなことやってたら、これどうしてんねんと。まあ先にバッチは帰りよったけどね、いっぱい。で、他のやつが残ってるじゃないですか。あの横は。ね。お前らでね。はい。すいません。ありがとう。ということで、横には残ってるんですよ。見せようか。横の話は残ってるんですよ。横に残ってるのはええんじゃん。これは、これ片付けない。これ片付ける。はい、私の金やから片付けないってことですから。こっちは。ちょっと片付ける、片付けないは、いやいや、これ、だからこれ公費ですよ。あの花は全部公費やからね、ええ。あれ片付けてるじゃないですか。ええ、いや、だからもうちょっと置いとかなあかんのちゃうかって見て話したの。ちょっと僕の方する判断しかねるんで、ちょっと本部の方でね。本部は答えられる人おるんですか。こんな忙しい時に別の日に来いよって言われるんじゃない。今聞いてそんな片付けあるのにそんなこと答えてられるかって言われるもん。これだってあそこはあれ党のやつでやってるということは
これ何で出してんのか知りませんけど、何で出してんのあの金って協賛はあれもらってないからね、党からの金をね、党からの金というか国費分担の分で金もらってるわけではないので、ということはまあ自費なのか会員が集めた金なのかなんか分かりませんけど、だけどまあまあある意味言うたら、公費といえば公費ですからね、文通費はもらってるんちゃうかな共産党も。話して考えたらですね、これは残しとかないと、前はなくすというね、非常にはこれ不合理だと思うんですけども、皆さんどんなお考えになりますかということです。で、あの花はくれるんかな、前のところで手渡しをしてくれるんでしょうね。あれはだから公費でやってもええと思いますよ。だからね、花はほんまに気になるなということでございます。